はい、おはようございます。増田です。イエイ、いつもですねブログをご覧になってくださって本当にありがとうございます。成功の10ステップということなんですけども、今日はですね第、9つ目ですか、ステップ9ですね、ないんですけれども、今日のですね、ステップ9は何をお話しするのかというと、自分が、稼ぎたい金額、自分が成し得たい達成目標の10倍をまず相手に与えろということですね。今日はですね、なんで、このことをですね、あなたにお話しするのかというと、答えは簡単で、まあ最近、まあ自己啓発でも昔からでもそうなんですけれども、なんか目標達成とかって言ってますけども、年収を10倍にするとか、年収3倍にするとかって言ってますけれども、これはですね、自分がそうなろうと思って年収に3倍とか年収の10倍やるよりも、まずですね、あなたもですね、治療院とかお店をやっていることだと思いますんで、相手に出してもらえる金額の10倍の価値をまず与えるということですね。これどういうことかというと、ビジネスとか仕事って人からお金をいただきますよね。なので、その人からお金をもらうときに、要は例えば1万円のものをですね、売るときに、じゃあ1万円のこう対価と言いますけれども、でも相手にまず10万円の無料体験とかで、10万円の価値を要はさせておけば、1万円稼ぐっていうのはとても簡単ですね。100万円稼ごうと思ったら、相手に1000万円の価値を与えればいいんですね。で、価値とよくですね、最近は言われますけれども、じゃあ価値って何ぞやって言ったらですね、相手の問題を解決してあげることですね。相手の欲求を満たしてあげることって言っても、いいと思いますけれども、この場合は、まあ、問題解決かな。例えばビジネスとか、まあ僕は治療院やってますけれども、治療院であればですね、痛いところをまず良くしてあげる。で、まず良くしてあげてから欲求解決、欲求を満たすというか、っていうこと、順番をやっていくといいと思いますし、やっぱりですね、相手にお金いただくんですから、相手にまず価値を自分の提供する、要は、自分の目標とする金額のまず10倍を与える。そのことによってですね、あなたの目標というのはですね、軽々とですね、達成できるんだと思います。間違ってはいけないのはですね、自分は稼ごうと思いすぎて、そういうふうにですね、まあ、狭い料金で、ビジネスをやってしまうと、世の中のですね、世の中に良くないというか、まあちょっと何言ってるかよくわからないですけれども、でもですね、まあぶっちゃけですね、相手にまず10倍を、の価値をですね、提供するということですね。そのことによってですね、あなたはですね、その10分の1稼ぐのはもう減でもないんですね。なので、稼ぐには、まずは相手に10倍の価値を与えるということですね。10倍稼がせるということです。僕らみたいにですね、人を稼がせる仕事やったら、まず相手を10倍稼がしてから自分がお金をいただくという形に、した方がですね、ビジネスは円滑に進むんだと思いますね。ぜひですね、これやってみてください。いかがだったでしょうか。9ステップでした。次はですね、最後のですね、10ステップ目ですね。10ステップはですね、最大のですね、秘密をですね、お話ししていきたいと思いますので、ぜひですね、楽しみにご覧になってください。それでは、今日ですね、この辺で終わっておきます。またですね、次回お会いしましょう。では。